2023年2月27日午前11時52分です。皆様こんにちは。まあ、ちょうどねお昼ご飯を食べたばっかりで、でお昼飯を食べながらなぜ昨日トラに負けたのか見てたんですよ。ガードをしてなかったね。まあ、ガードをしながら距離を取ってパリーして一気に畳みかけるみたいな戦い方がいいんじゃないかなと思った次第です。倒しましょう今日こそ虎をね。あの虎さ、でもさ、一回攻撃死んだところを見直したんですけど、なんか4回ぐらい連続畳みかけられて即死してるんだよね。あれって途中でかわしたりとかできたのかな。いやでもね、やっぱ1日ワンですのが楽しいです。なんか、はぁ、翌日、勝ってやろうみたいなね、モチベーションを保ったまんま終わることができるんですよね。なんでやっぱ、これじゃなきゃダメなんだろうな、僕は。じゃあ多分、精神がやられちゃうと思う。こいつは落ち着いて近づいて、こういうことですよね。こいつさ、ガードして走ろうとすると、あ、そもそも走れないんだ。なるほど。歩きたいときはガードしながら行けばいいよっていうことですね。で、これです。あ、これちょっと待って。ガードしながらのパリーしようとすると、こうに走っちゃうんだ。方向機入れると。だから、ガードしてパリーしたいときは、この方向機をニュートラルにしないといけないんですね。これ、焦って方向機入れちゃわないかな。大丈夫かな。宝級石痕。いや、今日こそ倒したいよな、トラを。さあ、いますよ。数字増えてなと思うね、数字。13とかあった気がするんだけど。まずはね、後ろから、これ、死体の肉食ってんだね、このトラ。こんな死肉を漁る輩はね、正義の剣でもって、倒してくれよ。おい。こういうことですよね。うわ、怖っ。一発なんだ持ってかれんだ。ちょ、動き止まってんのなんか。よし、倒した。あ、倒した。いや、全然倒してない。いや、倒れてるよね。うわ、怖っ。これ、あの、目覆いの少年の方行ってくれてんな。よし、いいぞ。共闘だ、共闘。それこそね。よし、待って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 。いや、でも動きは、お、あ、倒れた。畳みかけろー。いや、あの連続攻撃怖い。目追いの方行ってる。おお、こっち来んな、こっち来んな。どうなん、来たでしょこれ。勝ったんじゃない、勝ったんじゃない。いけーよっ。あ、演出入るんだ。宝級石痕やったー。いやー、帯鍵でいいの、なんか取ったね。うわあ、長期とは、虎と人間が混ざってんだ、あれ。誇張とも呼ばれる、中国には虎に食い殺された人間は、亡霊となった後も虎に支配されるという伝承があり、へえ、そうなんだ。その亡霊を長期と呼ぶ。長期は虎に従って、虎のもとに餌となる人間を誘い、猟師が虎を狩るために仕掛けた罠を取り外すという、このことから悪党の手助けをするという、故事成語。イサ以降作長の由来となった。一方、長期は虎に憑依して融合し、妖魔と化して人を襲うという説もある。はあ、ちゃんと頭入ってこなかった。あの、虎を倒すとさ、興奮でさ、ちゃんと頭に入ってきてないんだけど。いや、やったよ、倒したよ。これは防御力がちょっと上がるんだ。解説とかあるけど、あの、そのボタンないんだけど。いや、これ本格的に PS コン買わないとダメかもしれないね。
やったえ、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、これ入れたりする？もしかして。あ、入れる。あ、扉の反対側でない。はい、はい。こっちが入れるってこと？これ上登るのか？この辺り、何か落ちてるかもしれない。あ、なるほど。こっから入れるんだね。なんだ？あ、宝箱。そんなのもあるんだ。変将軍の、あ、足装備だ。あ、誰かか、どうしたの？大丈夫？いや、まあでも、普通の人はこうなっちゃうよな。足の装備だね。あれ？ん？家計の規制消費、旧知事の規制ダメージ。あー、そういうのも考えなくちゃいけないんだ。あ、違う、これ一名者か。こっちか。新しかったの。変将軍の。足甲でいいの？脚甲でいいのか？なんだろうね。だいぶ強いね、防御力。2倍以上じゃん。こっちでしょ。てか、ちょっと待って。レア度みたいなのあったね、今ね。星3なんだ。これが星1。これだから、同じ、あ、脚甲であってんだね。これ、読み仮名書いてあるのありがたいね。即りとかさ。あ、これ多分同じものでも星のレア度によって違ったりするんだろうね。防御力か。これ開けちゃって大丈夫なんかな？あの人。襲われちゃわない？大丈夫？なんか悪いことした気分になっちゃう。伝え聞くところによれば、はい。絆で結ばれた者同士は、その証に玉を分かち合う。どこ行けばいいんだろう。屋根を伝っていくのか？あ、そうだね。なんか落ちてる。あ、黄金族との繊維だ。これ、あれ？でも同じも持ってんな。あ、でもちょっと待って、戦術ダメージが、あー、これ同じものでも少し違うんだね。これ岩、効力、プラス10だもんね。どっちがいいんだろう？どっちがいいかわからないな。戦術ダメージじゃないよ。戦術の。魔法みたいなの使えるってこと？これは、ん？こっちか。あ、なんか落ちてる。あ、結構いろいろ落ちて、あ！吊るされてるね。吊るされてる上に、わ、黄金族いっぱいいるな。これ多分、強行突破しなきゃいけないパターンだよね。あ、待って、なんか今、なんかあれでしたね。なんかそういうゲージっぽいの。ガードめっちゃ大事ね。よしよしよし。あ、フィニッシュムーブみたいなのもあるんだ。かっこいい今の。わ、いるね。ちょ、体力回復したいんさ。あの壺をトラ戦でさ、全部使っちゃったからさ。いやー、困ったな。あ、ここが王さんの屋敷ってこと？あ、宝箱だ、やった。何これ、大関東。これ待って、武器だね今のね。しゅん、大関東か。あ、これ待って、なぎなたじゃんねえ。あー、なぎなたどうなん？なぎなたねえ、どうなんでございましょう。ちょっと動いてみよう。あー、動きが重いんだ、なぎなたは。かっこいいけどね。あー、でも僕、双剣のが好きかな。こっちのがね、武教っぽいよね。これ、あいつ、こっち向いてる？こっち向いてるね。じゃあ、真っ向勝負か。なんかあんまり死ぬとやり直しだからさ。死ぬとやり直しってか、それで今日おしまいだからさ。あんま、あ、ちょっと待って、気づかれてる、この野郎。どっから来たこの人。よっ、本当にどっから来た。え、さっき松明持った人。あ、気づかれてたんだ。まあ、あんな盛大に。ちょっとごめんなさいね、なんか家の中でね。目の前で箱壊したら気づくわな。いやー、でも一発もらっちゃったな。ちょ、目多いの。あ、あれ、これ戻ってきたってこと。あ、やった、これ
体力回復できんじゃない、もしかして。多分そうだよね。能力鍛錬これ上げられるのかな。あ、待って、黙得やると体力上がる。あれ体力上がるのか、本当に。違う、緑になってるだけだわ。これってレベルを上げると、あの色がついてるところが上がるって多分ことだよね。え、どうしよう。やっぱ家督上げて防御上げたいけど、あ、家督上げらんないんだ。黙得は、あ、これ上か。はいはいはい、家督をさらに上げました。攻撃力を高めて、まあ、敵を早いとこ倒そうっていう魂胆です。戦術の機能回想。え、戦術何、体力回復とかあんのかな。習得霊木天雷樹。あ、本当に魔法みたいなのがあるんだ。シンプルに霊火術、霊火解消炎樹。へー、リード投稿転生術。体力回復みたいなのないっすか。防御力を上げまくるとかさ、そういうのが欲しいよね。もしくは敵をあっという、あ、でも体力回復が一番ありがたいかな。なんだろう、木、金か木がね、なんか体力回復っぽいけど、そういうのはないのかな、体力回復みたいなのは。まあ、でも今は何しろ覚えられなさそうだね。ハテナハテナハテナの踏破って書いてあるもんね、どこもかしくも。そうか、じゃあ、あ、あれ復活してない、あの人。え、ちょっと待って、ということはトラ復活してる可能性ある、あるよねそれね。ちょっとそれは本格的に困る。あれ、こんなとこあったっけ、なかったよね。あれ、違うとこに来てる、これもしかして。え、なんか、え、パッと見全部同じように見えんだけど、え、なんだこっち。あれ、知らん人がいる。あれ、こんなとこあったっけ。上からさ、なんかシャーズドンみたいなのできんのかな。うわ、いっぱいいるね。じゃあ、あの人見つかってますよね。目覆いの少年。すごい勢いだけど。こっちが3で向こうが0だから、こっちの方が強そうだね。だからこっちから先にやりたいな。あ、やっぱできるんだ。危ない。じゃあ、こっち攻撃したいんだけど。危ない、今の。危ない、食らっちゃったよ。いや、なんか特殊攻撃してくる敵多いな。やばいやばいやばい。あ、よかった。ちょ、食らいましたけど。ちょっと、あの、あれ、うわー、もう、あれ、ひるんだ時連打したら回復できたんかな。いやー、な、あー、でもなー、くそー、いや、え、ちょっとね、虎倒して油断してたかもしんないね。いや、落ち着いてやれば、これさ、あの、さっき、右側の人がさ、あ、なんだこれ。基礎鍛錬に移動するとアクション操作の練習を行える。ほー。あ、確かにあったね、これね。これの移動からね。でも基礎鍛錬なんかしてる暇ないんですよ。こうしている間にもね、製品版発売が刻一刻と迫ってるんでね。いやー、さっきさ、大きくダメージ与えた右側の剣の人、あれを先にやりたかったよね。なんか左側の人にずっとロックオンされちゃってさ、これロックオン切り替える方法とかもあんのかな。まあその辺ちょっと調べて、また。あれ、これって、でもあそこを右に行くとさっきのところに戻ったから、だから、ま、明日はね、そっちに進みましょう。まあ、ということで、ありがとうございました。また明日も頑張ります。